こんにちは、こんばんは、おはようございます。君たち、辛いことがあってもいつかは絶対いい方向に行くぜ。どうも、小山です。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今、パンツ一丁、非常に寒い、MC ガッティです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。時をかける、カスエスコバーです。一番うぜえ。お前と出会って一番うざかった今の一瞬、うん、すいません、今日朝起きた時から思いついてたってのは嘘です。何言ってんだよ朝バツ夜バツお前辛い思いさせてやったんだ。嫌だ、もう嫌だ。今週一週間辛かったですか？今週一週間辛かったっす。辛かったっすか？辛かったっす。まあとりあえずラジオなんで分かんないと思うんですけど、カス・エスコバーロン毛からの脱却、はい、多分今日の、道中シットの写真ですね。そうですね、まあ、多分それで多分だいぶ分かるのかなと思いますけど、はい、そう、はい、でちょそれで今気づいたけど、今日の写真はヤバそうって。カスは髪切ってで、なんか中途半端情けねえ、かっこ悪い、中途半端な髪の長さにしやがってよ。腹の立つ、人を腹立たせる長さだよ。あ、どうなんだよお前は。ラッパーかぞ。お前髪を削りやがってよ。おう、これは何も聞かねえぞ俺は。その髪型角刈りにするまで俺は何も聞かねえ。どの髪型言ってんだよ。反撃するのろしだったのか分かんないです。そんなん言ってる俺が今落ち武者みたいな髪型にされてんだよ。僕はもともと坊主なんで、あのバリカンがありまして、高性能なシャンプーをしながらでも、おー、そうなの？そうなんですよ、すごい。シャンプーをしながらでも、あのお風呂場の中でも、うん、防水なんでもうどこでもできるっていう、坊主カッターっていう、うん、パナソニックから出てるバリカンがありまして、うん、で、まあ、それでずっと使ってたんですけど、今僕まあ写真見たら分かるように、もう玉だ、もう玉でございまして、もう玉さんになってる、ロン毛の塊でいまして、でバリカンなんてほぼ使わないんですよ、うん、そう、はいはい、やるとしたらアンダーヘア整えるぐらいの、あ、そうそう、ぐらいのもう活用だったんですけど、はい、今日はさっそうとガッティ先生が来まして、アンダーヘア整えてんの？その前にそこっすよね。え、アンダーヘアなんか整えてお風呂で見てなかったっけ？俺坊主っすよ、股間。あ、そうなの？マジっすか？そうだよ、あの4ミリとかチンポでかすぎてそっちに向いて毛のままで入ってこなかった。この前のビジネスホテルでガッティが俺呼んで裸で見た時はもう俺普通にポーズして、あ、そうなの？そうそう、チンポ見たら負けだと思ったから見なかった。何もかもで負けたくねえなと思ったらチンポを見なかった、うん、なるほど、頑張っても線を張ってたんだ。チンポ見たら負けだ。俺も確かに全然気づかんかった。ティーカッププードルみたいなチンコのガッティと比べられてもしゃあねえって話ですけど。そこ何も言わない別に。で、っていう、そうそう、で、それで、まあ、なんだか話飛んじゃった。あ、それでバリカンは、こう、僕持ってるんですけど、うん、今日ガッティ先生がさっそうと、登場して、なんか、頭、髪切ってくれ、つって、長くなった部分、つって。で、いいですよ、つって。ただ、バッテリーそんなやってないんで、つって。はい、でもなんかもう、気が早いのか、もう、早くやりて、みたいな感じで、俺らの会話中立ち上がってバリカン持って、なんか、行ってくるみたいな感じになってて、いやいや、だから、充電が、つって。っていうのもで、いた仕方なく、いや、ガッティ上、もうパン1で、外にあげて、そうだよ、そもそも新聞がないっつって、そこで外で坊主にしてるんだ。真っ暗闇の中38歳ランプで頭照らしてパンツ一丁で、腹の出た38歳の女が男がかり2人がかりに坊主にさせられて、そんで開始5分持ってないでしょ、1分間ぐらいでしょ。開始1分でバッテリーが切れて、今は後頭部だけ落ち武者みたいな、後ろはそこそこちゃんとできてるよって写真撮ったけど全然できない。離れ小島みたいなのね、いっぱいあった。っていうことなので、もしかしたらこのラジオがバッテリー充電完了する6時間耐久レースになるか。耐久ラジオやるか。そういう、そんな中、ちゃんと整った髪型に対するカセちゃんをディスり倒してるっていう構図が生まれてますね。腹立つ長さだよな、ほんと。見れば見るほど腹立つ、その。流れてる髪もムカつくし。なんかですね、そう、ゴールデンウィークですよね。はい、前回のゴールデンウィークの時に髪型を変えてくるって話をして、まあはい、ワクワクさんですよ、僕たちは。どんな髪型になるか。そう。ほんで、髪切ったっていう情報も聞きつけて、はい、ガッティがグループ LINE で、はい、写真を送れと、はい、うん。そしたら、お前ギャルかよ、みたいな洗面台で、携帯の、ちょうど、携帯で顔隠して、髪型だけ見てみたいな、ね、そう。慣れてない。でも、女子系の写真送られてきたっけ、まさかのガッティぶち切れるっていう。
普通にどんな中途半端な髪型だよっつって、もうあの今週来週のラジオ来なくていいからみたいな感じで、でまあ正直俺はギャグだと思って割と、いやまあ俺もまあ、うん、いやでも半々でした、どっちなんだろうって、うん、であの数日経ってからガッティと電話する機会があって、はい、そう あれ結構本気で、あでそれであの俺寝てて普通に昼間ですね、はいはい、そうでモーニングコールが鳴りまして、はいはい、わーっと思って、そうモーニングコールかっつってパッて出たらガッティで、おガッティだってなって、はいはい、どうしたのっつったっけ、あれさ、はい、俺ないと思うんだよねあの髪型っつって本気で切れててでも朝から俺はえみたいな、どうしたどうしたみたいな、いや本気でないと思ってるよみたいな、あれはなんかラップのスタイルも出てるみたいな感じであの中途半端なのは出てるよとか言って結構お怒りして、1時間ぐらいは多分喋ってたよね普通に、うん、そうラップも中途半端だし、ああいうところでこうかませねえ感じもその髪型に出てると思うんだよ、一概に髪型が全部ってわけじゃないけどねみたいな、あれが引き金なんだよねとか言って、ちょっとマジなんだよねみたいな感じで、はい、あのグループラインマジだったんだと思ってそっから俺もあの週明けからそわそわが始まって、はいはいはい、で加瀬ちゃんはきっと何もしんねえから、うん、金曜日フラッと現れてめっちゃ怒られるのかなって俺はずっと勘ぐってたんですよ、ね、そうで一方加瀬ちゃんはちょっと勘ぐりながら生きたって感じだね、そうっすね、なんか違うぞって、うん、なんでも冗談っぽいけど冗談でもなさそうだなって、なんかいろんな勘ぐりじゃないですけど本当にそわそわしてて、でもいつもと違うぞ流れがと思って、うん、わけめわけめと一緒に、そうわけめ、新しいわけめと一緒に殺すぞ流れが違う腹立つ流れ、こっちから見える流れがムカつくんだよそうっていうので、あの不穏な1週間を、風ちゃんは過ごせていましたって形ですね、そうですね、うん、でまあまあ今日揉めんのかなと思ったら前日に揉めたっていうか前日に話し合ったというか、そうそう、前日に腹決めて電話してきたね、こいつが、さすがに明日はあのこの前やんわりしちゃったけどやる明日やラジオやる感じですかみたいな、はいはいはい、おめえは来るなとおめえは呼んでねえが来るなそっからいろいろ喋って、はいはいはい、そうもっとかませと、うん、そのまあスタンスっつうかね、はい、別にまあその怒ることでもないけど、はいはいはい、その甘んじるなと今の環境に、俺らがその甘やかして作った環境でもあるけど、はいはいはい、もっと活かせんだろうと、その小山しかり、うん、俺らしかりいて、はい、おめえがもっとがっつかねえとダメだろうって、そのね普段なんかかっこ悪くてもラップやったらかっこいいってやつってかっこよく感じない、まあそうですね、はいはい、倍かっこよく感じない、はいはいはい、でも そういうのできんじゃんって、その、うん、もうふざけてっけど金玉でゲーとかって言われてっけどライブやりゃすげえカセってかっこいいんだよってキャラに俺はやっぱなってほしくて、はい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 、こいつがいろんな後輩に舐められんのってんのとかも見ててきてさ、うん、それ俺ムカついてたから、うん、こいつの方が全然ヒップホップなのになみたいな、はいはいはい、そこをなんか見返してやれよっていうのも込みで陳列にでやろうぜってのもあって、でも今のまま言ってもなんかただ可愛い面白いキャラで終わっちゃうからそれはちょっと違うだろうって、はいはい、アルバムの売り方にしろ、うん、これからの動きにしろやっていくことは全然間違ってないんだけど、うん、そうでもなんかもっとやれっことあるでしょっていうのをなんか、はいはいはい、でなんかその大事なとこで俺的に加瀬はこう安泰な方に逃げる癖があるっつーかうーんっていうとこが俺にはそう見えてて、はいはい、まあいいとこでもあるけど、でも俺らとこれからずっと動いて今動いててさ、はい、まあこれからもずっと動くでしょこの3人とか、うんでその中でその逃げは絶対良くないっていうのが俺の中でやっぱあって、小山は絶対0か100じゃん、そうですね、俺も割とそっちじゃん、うん、そうでそれを見ててお前だけそのなんか50とか30とかを狙うのは違うぞっていうのがやっぱその髪型に出てて、今回はい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 、髪切んねえでお前ちょっとだけ切ってお前全然切ってねえじゃんかお前がっつり切ってんじゃんの、俺はどっちかが良かったの、うん、髪型の話じゃなくてね、そうだね、そう気持ちというか気持ちの問題、スタンスというね、なんかまたおめえ安泰の方に逃げやがったなっていうのがもう俺の中ですっげえ急に降ってんよ風に対して、そんな怒んないよ風のこと、そうです、怒んないでしょ俺普段、まあそうっすね、でもすっげえ降ってんが高まって、はい、このクソラゲアグレーになっちゃった、そうなるほどなるほど、腹とつかみのげたよな、ほんとバリカンてめえ充電終わったらうわーっていきなり言ってやるからなそれ終わった後ガッてやってやからまた止まっからさ、ね、バチュー使っちゃったから風のリアリズムで使いすぎてまあ、そういう1週間はね、カズは過ごしたんだね、まあ、でもよく電話してきたよ、昨日電話してこなかったら、うん、今日本当に呼ばなかったし、別にまあそうっすね、来なかったら、うん、そのままだったし、もう
予定がはっきりしてなかったし、ずっとそこは連絡して確認しねえとと思ったし、はいはいはい、まあなんすかね、ある意味気合を入れ直したからいいタイミングだったみたいな。あ、はい、だからその後にガッティと夜中電話して、はい、かつちゃんと喋った後に、はい、まあとりあえず話し合いというか、はいはい、お互い話したんだって話したから、はい、だから明日来るよって言われて、はい、あ、分かりましたっつって、だから明日もう心入れ替わってるはずだから、きっと明日は角刈りでこのラジオをめっちゃ 回すんだろうなっつって、すげえ回したがるよみたいなそもそも角刈りじゃねえし、すげえ髪流れてるし、でもどもどもしてるじゃないか、何も変わってねえじゃねえか、何も変わってねえじゃねえか、何の電話だったの。そんで俺らの EP のやつも、あの角のおせえは服書いてこねえまで結局人気人のね、人気人の人気人も曲ももうね、一応もうほぼほぼ終わりまして、そうですね、そう、みんなラスト1曲、うん、バースも書き上がって、はい、カセがフックをかくったぞって、カセも動揺してたせいか、フックを書いてくるの今日ここまで忘れてるって、カセフックを書いてあるのかって言ったら、はっバースで目いっぱい。バースかけただけでも褒めてあげたいね。まあまあそうだね。うん、頑張って。過ごしてて、俺、コエンマがバカみてえにリリック書くの早くて、はいはいはい、で、俺ももうコエンマ書き上がって撮ったやつ送ってくれっから、だいたい俺もすぐ書いて、はいはいはい、やっと風がやっぱ遅れるっていう。はいはい、そうですよね。で、そんな状況、要は風ちゃんに対してムカついてる状況で、はい、そう、その流れで、俺は逆に風ちゃんに早くバース書いてこいよっていう、それ俺書けねえから。うん。風ちゃん、はい、これ今回そう、俺が一曲自分でテーマを組んで、うん、それを先に書いたら他の二人が書く、はい。ガッティがテーマを考えたら、あの、それをガッティのバースを見ながら、他が書くみたいな流れで行ったんだけど、はい、そう、あまりにも俺が早すぎて全部俺が一からスタートしちゃって、そう。でもさすがにそのガッティのはもうテーマが決まってたんで、そう、ね。だから書きやすかったんだけど、はいはい、風ちゃんのはバースを来てから、そう、俺も考えようと思ってたら、はい、そう、それも一向に来ないんで、うん、だからもう、で、この二人が軽くそのガッティがムカついてる状況で、もう0か100かの俺らがその50に対して、そう、押せみたいな、もう中途半端だってなってるところで、はいはい、すいません、僕も書きましたわ。そのさらにガソリンに火を、火にガソリンぶちかけてんじゃねえかと思って、それもうできてた、正直。うん、もう、あれを送る3日前にはできてて。てか、あの、そう、あの、ガッティのテーマ書いてる時の、はい、夜にはできてて、正直。うん、カセちゃんのテーマで。うん、だけど、それずっと我慢して。でカステちゃんが来るまで待とうと思ったんだけど、全然一向に送ってこないからいやもういいやと思って、そう、とりあえず送って、そしたら慌てたようにポン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 ってバースが飛んできたんで、もうその時点でもソワサオに拍車かけたっすもんね、あのやべえ、先に小山さんできちったと思って俺が書くっていうストーリーと思って、もういろんなことがよく、じゃあ頑張って一週間だね、もうそうっすね、気が気じゃない1週間でしたね、はい、1日ワンバース久々にやったっすね、2日でラッパーは当たり前だからね、1日ワンバースそうっすね、でもその勢いでなんか気ラッパーじゃねえけどね、ラッパーじゃねえやつがこう言ってんだからそうだね、書かなきゃならないなおさら本当にそう、そう、そんな感じでしたね、はい、はい、そんな1週間でしたが大変でしたね、じゃあ気が気じゃない感じで、本当にそうそうそう、で1週間どうでした、1週間は、まあ、とりあえず中日ぐらいで嫁と喧嘩して、はいはいはい、嫁にブスって連発してクソみてえなクソみてえなことしましたねセッペースクソムカつくんだよペースっと階段上がってって自分の部屋で UMB2023 の DVD 見てた病気そんな緑のヘッドホンつけて人優勝賞金のあのそうそう テレビででっかいテレビ部屋に千枚部屋にでっかいテレビ部屋でっかいその辺で一人でヘッドホンで UMB 見てでこういうヘッドホン外して今シャワー浴びてっかなかみんなシャワー浴びてんなその間に外出てって一人で飯食ってなかったから、はいはい、9時ぐらいにカレー食って、はい、本格的なカレー食って、はいはい、腹壊してでフラ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 してで霞の屋上の駐車場でリリック書いてでリリック書き終わってで家帰ったのが12時とかで、はいはい、みんな家族寝てっから、はいはいはい、で1時2時にもうやん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 のいろんななんか電話が来て、はいはいはい、もう電話風呂の中で電話してたからもうお湯もすんげーぬるくなっちゃって、はいはいはい、最後も氷水までいかねえけどもう水みてえの中でもなんかもうこう半身浴水で半身浴してるみたいな状態になっちゃってでまあ2時ぐらいよね、うん、2時ぐらい2時過ぎとかに寝て
で、まあ、6時に俺いつも起きるから、6時に起きて、で、もう嫁が起きてくる前に、ダダーって6時に起きて、6時20分ぐらいもう家出て、はいはいはい、で、仕事を行って、うん、じゃあ嫁から電話来て、はい、まあ、5回ぐらいすっげえ、もう1分間ぐらいの電話来てて、はいはいはい、ずっとシカトしてたんだけど、まあ、このままも良くないな、つって、うん、まあ、俺が悪いから、はい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 、もう全部毎回、うちの喧嘩は俺が悪い。はいはいはい、100% 俺が悪いから、うん、で、嫁電話、まあ、大勢嫁も、ごめんねって謝ってきて、うん、それでも俺はやっぱ折れれないから、はいはい、アホだから38歳絵に描いたようなアホだから知らねえっつってもう知らねえ俺はっつってで最終的に俺がもう謝るんだけど、うん、でそっからもう反省の日々です、はいはいはい、反省を超えて猛省猛省の日々です今週カセはカセの1週間、うん、俺は俺の猛省の1週間カセには調子込んで生意気のこと言ってた俺は俺で猛省ただの八つ当たりしてないですすいませんでしたいやただこちらこそ猛省でした本当にそんな1週間でしたね、そうですね、激動でしたねカセの、はい、激動でしたね、エンマさんはで次行きますとりあえず僕の話は一旦置いて行かないですかえあま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 あいいのかな言ってもあまあまあまあ、うん、まあでもそうまあでもいいかなその、うん、あれは言えないけど彼女がいましてなめんじゃねえぞお前人生ちょっと一つ言わせてくれこの、ね、彼女ができましてとかって言ってんだけどもう37なんだよね声も俺今年39、はいはいはい、で声も37今日俺いつも大体さレコーディングまあ、まあ、まあ大体今1週間に1回絶対会ってんじゃん、はいはい、ほぼほぼ、うん、まあほぼほぼ会ってるよもうずっとここもうそうですねもう1年までいかねえけど、うん、そうですね、いや1年以上1年以上か、うん、毎週1回は絶対会ってるわけ、はい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 、レコーディングするなり集まって何かやるなり、うん、でまあ大体小山に電話してさ、うん、もう着くから外は鍵開けてっつって、はい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 、鍵開けてもらうかまあピンポン押して小山の母ちゃんに開けてもらうからだけど、うん、今日電話したら出たから、はい、出ない時は大体ピンポン押して「分かっていいです」って開けてもらって入ってくるんだけど、はいはいはい、今日はまあ鍵開けて小山出てくれたからであと30秒ぐらいで着くよって言ってで俺こうウェーンって小山の駐車場止めたら小山ガチャって出てきたんだけど、はい、お疲れとかも言わんでなんかこう家のフェンス越しに玄関の隣にあるフェンス越しからこう道路を見てて道路越しに、はい道路際に声待ちあんだけど、はいはい、やたらと道路の方からこう見てんなと思ったら急にそこでションベンシー始まって敷地内だからねしかもなんか裏とかじゃないの道路フェンスのなんかフェンスでカモフラージュみたいになったけど全然チンポでかいから見えてっから当たってる人じゃん37歳その俺を迎えに来る前にトイレしてから来りゃいいじゃん、まあ、確かに外出てきて外で敷地内でションベンしてたもんねその2メートル横ぐらいで俺さっき髪の毛切ってんだよションベンの2メートル横ぐらいの俺の髪の毛の塊が落ちてんだからいっぱいろくでもねえよ37歳は敷地で証明して39歳が髪の毛切られてんだよ裸で夜 10時11時ぐらいにいやマジであのうちの母俺母親のことあけみさんって名前で呼んでるんだけど、うん、あ本当あけみさん産んでくれてありがとうだしこんなバカ息子でごめんなさいだし俺の友達みんなクズでごめんなさいってパンツ一丁で暗闇でなもうちゃんとやれよとかって言ったら充電切れたとかってその2名タイプで何時間か前にしょんべんしてんだから、ね、敷地の中で俺はその ガッティから電話来て30秒で着くと、はい、これ先輩は待たせんと思ってねえだろ先輩は待たせん先輩だろだから俺の頭のこうブワーって考えた結果、はい、そう電話を切る、はい、扉を開ける、はい、おしっこする、はい、扉を閉める、はい、下降りる、はい、お疲れ様ですが遅いまあうんそうですね、工程が長い確かにそう電話を切る、はい、扉をもう開けずっていうか普通に階段降りる、はい、扉を開けてガッてお疲れ様ですっていう、はい、そのまま庭でしょんべんをする、はい、一緒に階段上がる、はい、こっちは早いから、はい、お疲れ様ですなんか言ってね真っ先にその身を周りキョロキョロしながらチンポ出してしょんべんしてたんだよ完全仕事ができる人のムーブでそう、はい、いい方に言うなよお前がそうやって甘やかすだろ俺みたいなダメなやつが増えるって言っただろお前声もそうだからなお前いい方に言うな37歳お前家の中で証明すんだよトイレ2個あんだから家の中でやっぱり先輩は立てないと敷地ションじゃないから敷地ないだから自分ちだからね自分ちの敷地内で証明してんだからね見たことないでしょ確かに犬じゃないんだから確かにまあでも逆に言ったらマナー守ってから自分ちないだから野良犬でしょ犬畜生犬の犬なんだよやっぱ
ひどいよね、ほんと。っていう1週間でした。え？いろいろあっただろ。俺がお前、冷えながら電話しちゃったら、その時間とかもあったろ、いろいろ。俺が人が冷えになりながら。そこ不可避なの、これ。そこ不可避か。まあまあまあ。まあまあまあ。そこ怒んなくてもいいけど、まあね。まあまあまあね、そう、まあ彼女いて。喧嘩しちゃった。ちょっと喧嘩して、うんうん、そう、でそれで揉めてみたいな、はい、そう、でその後にガッティと電話して、うん、そう、そしたらガッティがガッティもちょうど奥さんと喧嘩してて、はいはい、ガッティ&コイもマジ同じタイミングで喧嘩するっていう、そう、仲いいなって言われて、仲いいなって俺らは、っていうので、そうガッティが冷え冷えになるまでちょっと喋ったりとかして、なるほど。っていうので、そんな1週間でした。これまで激動だった。激動でしたね。そうっすね。うん、でも、まあ、俺もガッティもそうだけど、終わりよければ丸っとなんで。そうね、仲良しに仲良くなれたからね。はい、俺はもうでも、猛省の日々だから。今も謝ってる。顔合わすたびにごめんねって。偉い偉い、うん。そういう日々です。ということなので、そうですね。まあ、結果みんなハッピーで。そうね。よかったです、ね。今日を迎えられたと。今日を迎えられた、ね、みんな笑顔で。そう、今日は、もうそう言うの忘れちゃったけど、第11回ですね。そうですね。はい、第11回で5月10日。はい、で今は10日11じゃなくて、あれ10日、今日10日です。10日か、10日、20時55分ですか、今22時22時55分ですね。アナログ時計、マジでいい加減にしろよ。そうなんですよ。第11回第11回となっております。そうです、はい、皆さんどんな1週間を過ごしましたかね、はい、ゴールデンウィークから ね終わって、もう社会人たちは仕事がまた多分ゴールデンウィーク明けで忙しいんだろうなって、はい、感じですけど、そうですね、みんな週末楽しんでるといいですね、これ。そうですね、日曜日、日曜日、そうね、今まあ今10日だけど明日ね11日はそうですね、俺らはバイブスで、そうですね、水戸のバイブスっていう箱で楽器&公演まで、はい、ライブをしますので、そうですね、はい、はい、同級生のジャパニーズマゲニーズと一緒な感じなので、はい、そう、なんだかんだで僕ちゃんと喋ってちゃんと会うの 初なんで。あ、そうなんだ。1回バブルで同じパーティーはあったんですけど、その時深く喋らず、はい、そう、まあ、とはいえもちろん連絡は取ってる中なので、まあ、いろいろやってるからね。そうです、そうです、うん、なので、まあ、今後もしかしたらそういうのが出るかもしれないということで、はい、お楽しみいただければと思います。火星は何もないの？5月はね、俺らもってか逆にその1本しかないんだよね。そうなんですよね。5月頭にあったのも飛んじゃって、はい、なくなっちゃったから、はいはいはい、そう、明日の5月その11のライブ1本、水戸はちょっとその1本だけなんで、そうですね、はいはい、4月がね、忙しかった分ね、うん、5月今回ちょっとゆっくりして、また6月から、そうですね、日立杯とかがあるので、はいはい、うん、まあ5月で音源をいろいろ、そうですね、まあもう落ち着かせて、はい、そうですね、はい、もう音源もそうなんですよ、そう、今作ってる EP、 ガッティ公演間の EP はガッティの取り分が終わりましたって感じで、あとは客演のバスを、はい、客演待ちって感じで、はい、って感じで6月末、そうですね、来に6月末そうで、もうパパって言っちゃおうかな、5月22日に我らがウッツマン、ウッツマン、はい、のシングルが出るんで、はい、うん、はい、それからまあコンスタントにリリースが、うん、あると思います。うん、謎に3月の末にビート作りすぎてクソ暇だっていう、まあ、作りすぎて気狂った時あったんで、うん、一旦ビート作るんでやめて、ラップ書こう、ラップ書こうと、とりあえずっつってそれを3日ぐらいで4曲ぐらいの EP 作ったんで、でそれを出しどころ分かんなくなってずっと残してるのがあるんで、うん、それを本当はガッティの EP を6月頭にしようかなと思ってたんだけど、はい、それが多分客演とかの兼ね合いで遅くなりそうなんで、うん、そう、先に俺出しちゃおうかなっていう感じで考えております。22にウッツマンのシングル、ウッツマンのシングルで6月頭ぐらいに出そうかなって思ってるけど、うん、とりあえずそれ考えて、で、うん、あと実は、あ、そうか、広島の宇治光っていう、うん、うっちゃん、そう、俺のブラザーがいて、でうっちゃんと公演間名義で宇治光&公演間で今 EP もできてて、うん、それも完成してるんで、はい、ジャケまでできてるんで、はいはいはい、それをいつ出そうかっていうのも考えてて、うん、そこら辺がもう立て続けにリリースが来ると思うんで、であとはまあ もちろん燃えるゴミくんとの EP も制作中だし、うん、はいはい、そう、あとはダーティージョイントのペペ君と、はいはいはい、そうの EP を作ろうかなと思ってる感じで、はいはいはい、それもスタートしようかなと思いつつ、忙しいね、そうです ねやることはいっぱい、ね、うん、まあリリースさせてもらえるのが多いな、ね、ありがたいことなので、ありがたい、ね、はい、なんでここはペースを崩さずいつも通りタフにいけたらなと思います、そうします、そう、なのでそれで日立杯に向けて3人のバースもう多分それで CD で売る予定なので、ちょっと待ってね、はい、プーちゃんがね思いっきり線に絡んでね、プーちゃんね、それね、プーちゃんね、危ないな、プーちゃんこれ持ち上げた方がいい、あーって言って、ちょっと言って、奥ごめん、あ、すいませんという感じで、はい、で、そうなんですよね、日立杯に向けてとりあえずシングル出すっていう感じで、
はい、はい、で日立杯はエントリーは今のところ止まった感じ、先週からも増えてないかな、はい、うん、であと今日はあの T シャツ無事入稿したので、あ、そうですね、はい、あの届き次第発注で購入してくれた方々はちょっとお楽しみにしててください、よろしくお願いします、お願いします、って感じですね、はい、で、あ、そうで YouTube、税務署行って、あ、私、そっか、はい、簡単に言うとですね、はい、私、絶縁してまして、親戚と、はいはいはい、ちょっと親父の兼ね合いで、親父方の方と、はいはいはい、だいぶ揉みまして、うん、で、二度とは顔を合わせないというか、多分僕が、ちょっといとことか見たら、多分殺しちゃいそうになってるんで、まあそれを母親は悟ってまして、で、ただその税務署は太田税務署で、はい、で、行ってくるよって言ったら、母親が、私も行きますっていう、うん、そのバッティングだけはみたいな感じだったんで、で連れ、一緒に来てくれて、はい、で、それ税務署行って、で、YouTube に必要な書類をゲットしまして、はい、早めに起きて、はい、もうクソ寝不足の中、とりあえず税務署行って、でゲットして、で YouTube 家帰ってそれ登録して、はい、もう結構早めに分かるんですよ、反映されないか審査中みたいな、はいはい、そう3回ぐらいかな、差し戻しみたいなの来て、はい、発狂してふざけんなよと思いながらそうもうやんないって思いながら、まあ、その書類の書き方とか、うん、そういうのがあったみたいで、そうなんとかクリアをしたので、はい、晴れて YouTube の収益化ができるようになりました、とりあえずで、ただ何万時間っていうのがまだクリアしてないんで、はいはいはい、そう、それがクリアしたら広告収入が出るらしいんで、そう、ただもうスパチャっていうやつがこの今も申請が通ったんで、はい、スパチャ OK なんですよ、わかります、あ、まあそうね、そう入ってたもんね、生放送とかをしたらこうお金がチャリンみたいな、そう、はいはい、でそれをやれると思った瞬間に、そう、某某TK がTK だ、黒淵が黒淵じゃん、黒淵じゃない、あ、まあ、黒淵か、確かに黒淵だね、某 TK だ、黒淵が、某 TK だ、色付き眼鏡、色付き眼鏡が、色付き眼鏡、左ピアスがそこまで見てないな、左ピアスだな、そうが急にスーパーサンクスっていうのをなんか送ってくれたんですけど、うん、未だ開き方が分からずでもしかしたら受け取れないかもしれないっていう不安と、2000円とかだっけ、3000円だっけ、はい、2000円2000円ですね、はい、それの取り方が全く分かんないんで今のところ放置してるって感じです、もうなんかそういうのいいよ、そういうのお金使わなくていいからねって俺は連絡をしたんだけど、はいはいはい、まあ今スケスロットで買ってる話してたまあ今回はいいかなぐらいので第20回の時に次はスパチャしますって言って、はいはいはい、まあありがたいけど、まあ、うん、まあ、使いすぎは注意ですよってことで、うん、そうですね、ああ、そうかそうか、それで俺ゴールデンウィーク何してっか覚えてねえと思って、はい、ゴールデンウィーク何してっか覚えてねえと思ったら、ゴールデンウィークは久々に UPT 行ってきて、ミトニア UPT というレコ屋さんがありまして、はいはいはい、でビハードっていう同級生がいまして、はいはい、そうでそのビハードと2時間ぐらいかな、夕方もバーって行って、はい、でもう当初の目的はアイセットアイのリリースパーティーに向けてT シャツを作るって話になってて、はいはい、でそれをスカーでお願いする話になったんで、はいはいはい、まあ、あいつ仕事だったんで、うん、で俺、夕方 UPT 行って合流しようよ、つって終わったら仕事、はいはい、合流しようつって UPT 行って、はい、ビハードと喋ってて、はい、そしたっけ、なんか外人さん、はい、俺はその時いないんだけど、そのビハードが話してたんだけど、はい、外人さんが、お店に来て、はい、で、なんか喋ってて、はい、したっけ、なんか茨城のヒップホップ好きみたいな感じなのかな、はいはいはい、それで携帯かなんかでガッティの PV を出してきたらしくて、はいはい、そう、これガッティ知ってるみたいな、はい、そうで、そんでその 外人さんがそれを見せてきたみたいで、はい、で、もうもちろんもちろんみたいな、知ってるよっつって、はい、で、あいつら今最近ラジオやってるから、はい、よかったらラジオ聞いてあげないみたいな感じで言ったんだって日本語喋れるのかな、たいや、多分、まあそうなんだろうね、どうなんだろう、もう外人さんらしいんだけど、はい、で、それでもちろん知ってると、何の PV だったの、はい、ね、でも多分ガッティコイモの PV らしくて、でそれでその言ったら、いや、もちろんラジオ知ってるよ、つって。聞いてる、聞いてる、つって。それで日本語学んでるって言ってた。絶対ダメ。学べるかい。学べるかい。絶対に。そんな人に犬畜生なんて話げ人品人とか。マジでよくない。そうで、そのエピソードを聞いて、はい、うん。で、うわ、上がるわ、つって。はい、で、まあ、ビハードと喋っててで、一斉合流して。うん。そう。で、一斉合流したから、一斉合流したから、でそれでレコード、あいつ出したんです、うん、スーさんとのレコード、はいはいはい、それを下ろして、はい、では UPT で買えるんで、あ、ぜひ、アイセットアイ、CD はもう全部ね、売り切れちゃった、そうそうそう、あと、まあ、当日5月18日がね、ミトボイスのリリースパーティーなんだけどね、うん、はい、それの物販用ぐらいしかもう CD はなくて、まあ、あとは LP はまだ残ってるんで、そう、レコードぜひ買って、あと配信も始まってるんで、そうそうそう、配信も、そう、
日から始まったんだね。そう、今日もうリリースしてるんで、それよかったら聞いてもらって、うん、でそっから僕らはスカー行って、はい、あ、染谷さんとかと喋りながら T シャツを発注してみたいな感じで、はい、あのスカーっていうスケボーのショップもあって、はい、オリジナルのデザインのブランドがあったり、あとは俺らみたいにこうオリジナルの T シャツを作ってくれる、うん、プレスもやってくれるんで、はいはいはい、ぜひ、興味があればスカーと UPT はい、遊びに行ってあげてください。 UPT とかはもう俺らの CD が置いてあったりとか、はいはいはい、まあまあまあ売れちゃってるからもうないものもあるけど、うん、はいはい、地元のグッズがあったりしていいレコヤなんでぜひチェックしてください、はい、ということで、はい、経過に30分超えました、はい、まだ日立杯の話してます、はい、そうですね、第11回スペシャルが始まりました。これ今スペシャルで第11回スペシャルが怒涛の地獄を駆け抜けた、駆け抜けたなんつったんだっけ、時を時をかける、いや、もう一回聞いてもムカつくんだけど。まだしっくりきてなかった。じゃあ、どうします？曲？あ、そうで、それ、日立杯の話しようか、軽くね。日立杯、とりあえずエントリーまだ募集中です。そうですね。はい、で、T シャツありがとうございます。はい、あと、前売りじゃないけど、行くっていう人は、ガッティに連絡ください。特典つけます、はい。はい。で、そんな中で、ブルースくん。はいはい。そうね、エントリーしてくれたブルース。が、曲を出してくれたので、それの曲紹介で、ガッティに紹介してもらいつつ、はいはい、一回聴きましょうって感じで、はい、そうですね、ね、ちょっと待ってくださいね、おっと、あんだけ怒ってたのに準備が悪いし髪型気持ち悪いしなんか知んないけど虫刺されたのか胸かきすぎて赤いしすげえかゆいんだよじゃあ曲名、はい、バッキンザデイ、はい、で、まあ、紹介もちゃんと送ってくれて、うん、はい、自分のキャリアとしての、1曲目で初期衝動が詰まっている作品です。サイレントキラジョイントシア、ブロンケーシ、 DDF、 ダイナリテッドフォースか、うん、オジオザウルス、オジロザウルス等に強く影響を受けており、マイナスをプラスに変える音楽としてヒップホップカルチャーが根に宿り、コンシャスラップを志した時の1曲目です。この時点でその面ではまだ幼いですが、過去にあった自分の痛みを消化し、内省的にってものかな、これは内省的に自分を見つめ直したリリックを書くことを意識してますっていう曲紹介になっております、はいはい、じゃあ振りお願いします。はい、じゃあ横浜だっけな、確かブルースはレペゼン横浜の、17歳の MC ですね。見た目はめちゃめちゃ17歳に見えなくて、体もでっかい、その本当にいい B ボーイって感じなんだけど、はいはいはい、まあその MC のブルースの曲で、バッキンザデイです。聞いてみてください。どうぞ。サイは投げられた熱線を保て、喜怒哀楽まとめて消化、反省修正その繰り返し、振り出し戻れとまた研ぎ澄まし、この場所知らず夢の地目指し、夢の地ついてその場所知らず、潮風なびこの街で切れ、先のことなど未だわからない、奇跡なる街ビルの佇まい、視点グッと上げ見渡す世界、見失うこと多々あった、その度仲間のプッシュがあって、内省的に学び続け、それを怠ければ死と同然、yeah、 何度でもやり直そう、しぐれが去りまた日が昇りきる、大海原は先に続き、時は戻らず針を刻む、遠い地震の先を確かめ、ノアの箱舟は沖に進む、マイナスことプラスこと、仕事に変える暮らしこと、長い後悔腹をくぐれ、弱者のペイン弱音を壊せ、伊勢崎奥から上がる、のろしと共に登り詰める、ただの石ころひたすら磨く、尖り丸くなり価値を生むはず、月に無楽も花に風でも、次に繋がればそれでいい、このカルチャーは綺麗ではない、そしてそれゆえに美しい、生きていると苦しいけど、生きていることは苦しくねえんだ、多くの景色見過ごしてきた、抜けたパズルを拾い直す、やり直す時が今来たんだ、前に進むべき時は今だ、 One day One boom SP 火付け回せば This is a hip hop、 大海原は
先に続き時は戻らず針を刻む方位地震の先を確かめノアの箱舟は沖に進むマイナスことプラスこと仕事に変える暮らしこと長い後悔腹をくぐれ弱者のペイン弱音をこぼせ大海原は先に続き時は戻らず針を刻む方位地震の先を確かめノアの箱舟は沖に進むマイナスことプラスこと仕事に変える暮らしこと長い後悔腹をくぐれ弱者のペイン弱音をこぼせということでお聞きになってもらったのはブルース君のバッキンザデイズ。バッキンザデイズですね。でした。どうでしたか。じゃあカセイクスコバルさん、いつもなんかいつも最後でってすごい今かまなかった。隠せずのなさ。隠せずのなさ。いつもなんか最後に言うの嫌だっつって、はい、今日じゃ一発目に。そうですね。いや、17歳ですよね。17歳。うん、17歳でまあこれだけ。なんですかね、そう言葉の選び方とかが全然10代には思えない感じですごい良かったですね。俺は10代でこんだけできるって素晴らしいっす。はい、じゃあ私、はい、そうですね、俺も同じかな。17歳っていうまあ年齢でどうのはしないけど、うんうん、でもまあでも17の頃俺別にラップやりたいけどやれてなかったから、はいはい、そうやりたいけどその根性がなくてできてなかった俺としてはやっぱこの10代から活動できてるっていうのはやっぱすげえいいなって思うし、そうですね、はいはい、でそのまあ言ってた通りその自分のそのコンシャスだったりいろんなとこをまあ大人っぽいよね、なんか内容が、うん、もっとなんか俺だったらガキくせえこと書いてたんじゃないかなって。20歳ぐらいでラップ始めたけどその頃のラップなんて身内笑わしてなんぼみたいな変なリリックだばっか書いてたからさ、はいはいはい、なんか言いてえことがあってやっぱラッパーなんて言いてえことがあってなんぼだと俺は思ってるから、はいはいはい、それがマイナスな面でもプラスな面でも喜怒哀楽なんでもやっぱその気持ちを乗せれるっていうのはやっぱすげえなと思って、うん、でまあ、うん、まあシンプルに17歳かって思うとすげえことだなとは思うね。はい、うん、でまあそうね、これからもバンバン、まあ、EP とかも出してるっぽいから、はいはいはい、うん、まあそういうのもみんなこれを機に聞いてあげたら、うん、聞いてくれたらいいと思います。はい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 、はい、以上です。おーす、はい、エンマさん。あ、僕そうですね、同じような意見は あるって感じで、うん、まあ、あとそのラップのスタイルっていうのが、例えばフローがすごいとか、まあ、いろんなタイプいるじゃないですか、うん、はいはい、で部類で言ったら多分内容を聞かせるラップって言ったらいいのかな、うん、特に変化させな、させずというか、うん、フロー、声の上げ下げだったり、そう、それを、スタイルで、多分言葉の 重きの方を置いてるっていうのかな、うん、はい、ラップの遊びっていうよりかは、うん、そう、だからこれは多分年を追えば追うほど、うん、さらに言葉のチョイスだったり、ね、経験で多分出てくることだから、うん、それはすげえ楽しみだなと思いました、はい、うん、でまだこの曲しか僕は聴いてないんで、うん、どういうラップをするかは多分全部概要は知ってないけど、うん、なんとなくブロックで書いてるラップっていうのはなんとなくわかるかな。ああ、そういうことか。はい、過剰、1小節を16個書いてるって感じかな。1小節を16個書いてるラップって感じなんで、タタ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 タとタタ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 タ、このブロックを永遠に聴いてる感じがあったんで、そう、逆に言ったらもうちょっとそこの止め方を止めないでつなげてみたりとか、韻をケツじゃなくて頭の頭韻にしたりとか、うん、まあ、これは多分もうこれからはいろんな音楽を聴いていろんなラップを触れていくと、うん、そう出てくるアイディアっていうのかな、うん、そう、それを込みで内容が深くなっていければ、うん、とても化けるんじゃないかなと思いました、うん、はい、うん、結構そこは好き嫌いなんで、うん、そのラキム、そう、ね、ラキムと一緒というか、はい、ラキムとか一小節ブロックで16を作るみたいな、うん、そうですね、そう、それかもう書き殴ったやつをうまく調節していくラップで、いろんなタイプがいるんで、はい、そこはもう好みだと思うし、スタイルだと思うけど、ここからどう自分がなっていくかって、ね、そう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 、今のスタイルを突き詰めていくのか、うん、で結構今の時代ってどっちもなんですよ。わかるっすか、どっちも必要になってるというか、ラップが上手くて内容も良くてみたいな感じになってくから、そう、じゃなくてよっ
ぽど内容良くないと、確かにラップは聞けないみたいな感じになっちゃう文化、うん、それ結構俺好きなんだけど、ラップが言っちゃえばダサくても、うん、内容のパンチラインがやばかったら、うん、俺はもうヘビロテするタイプなんだけど、はいはいはい、今の時代って結構聴いてる人って言葉遊びもしかり、ラップの遊びもしかりで聴いてるから、うん、でそこの今の時代で戦っていくんだったらやっぱどっちを持たなきゃいけないって考えると、うん、ラッパーって難しいなと思うし、はいはいはい、逆に言ったらでもこれから若いからいろんな経験をすると思うんで、うん、それをいろんなことを経て30とかになった時に自分がどのスタイルかっていうのはすごく楽しみにしながらラップ活動した方がいいなと思いますね、はい、俺らの年になった時20年ラップやってることになるでしょ。そう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 、すげえよな、そしたらまあすげえ、もうバケモンでしょって感じ、そこまでやったらバケモンだよね、うん、そうっすね、ね、いろんなスタイルがあると思うんで、うん、うん、だからそこは もちろんあのめちゃめちゃボーダー高い、この子のボーダー高いという前提の上で、うん、はいはい、そう、いろんなやり方があるから、うん、それは経験としてこれから楽しみですっていう感じなので、はい、そう、とてもいい曲を聴かせてもらいました。バッキーザデイ、ありがとうございます、ありがとうございました、っていう感じですね、うん、なんで引き続き日立杯のそのエントリーの人、音源送ってくれたら、日立杯のね、エントリーしてない人からも送られてきたんだけど、はいはい、とりあえず日立杯が終わるまでは、そうですね、日立杯の MC でやりたいから言ってる、はいはい、言ってあるから、うん、うん、とりあえずは日立杯出てる、うん、MC はちょっと音源あったらぜひみんなに聞かせたいんだってのがあれば俺に DM くれれば全然書けますんで、はい、ちょっと今次の週まで1曲予約が入っちゃってるから、うん、はいはい、うん、ちょっとまあちょっと時間置いちゃうけど、はいはいはい、送ってくれれば日立は終わった後でも全然書けるし、うん、全然送ってきてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、えいっす、ということで日立杯の話一旦終わり、そうですね、うん、次はあれかパーティーが風ちゃんがあるみたいな、あ、風が告知をしたいってことでね、はい、一つ告知をかませって言われた男が、はい、うん、下向いて笑ってたよ8小節だけ聞かすだけ聞かして俺らのビートボックスを、本当だよ、そう、すいません幕開けかと思ったそのビートボックスで、はい、告知しましょう、今月5月の25日ですかね、土曜日、水戸のクラブマーズで、CO ダボーと、アイゼンで水戸の、まあ、ラッパーの主催のパーティーバークオブザオールで、ライブさせていただくんで、お時間ある方はぜひお願いします、はい、ちょっと回してみたらここでここからあと1時間ぐらい回してみたら、あと1時間バリカンもあるし確かにバリカンの充電があるから、はい、持たなかったら横からウェーっていくから、カズのその流れた髪をウェーって、そうですね、告知も終わりまして、告知終わりまして、今月はとお二人は明日だけなんですよね、パーティー、はいはいはい、ですよね、はい、で来週が、一斉さんのリリパがあって、はい、それはアイセットアイね、アイセットアイと DJ スーさんね、はい、スーさんの601、はい、はい、まあ、それもみんなで遊んでワイワイしましょうということで、はい、5月はゆっくりですね、ゆっくりって言われて、ワイワイしようとしてるのに、おめえだけだよゆっくりしてたの今とりあえず珍しく俺らもね、あの、まあ、毎回601はね俺ら結構よく遊び行ってて、そうね、はい、で、あの逆に遊びに行くイベント601ぐらいで、そうですね、でなおかつその時に限っていつもあの前の時間から集まって、そう、ね、あの飲み会じゃないけど、はいはいはい、飲むか飯食うかして、そこからみんなで遊びに行く、遊び行くという、うん、大体事件が待ってるって感じなんで、はい、1個前はあのダイナゴンが生まれた丸さんちじゃなきゃ、流血事件、そ、ね、その前はあのガッティクラブで怠慢だったんで、で今回何が起きるんだと、そう、ね、うん、それはワクワクですよね、火星、うん、が角刈りで来るかもしれない板前みたいな、板前みたいな、おしゃれなの、それおしゃれなんだかヤバいんだか分かんないんだけど、スレスレのやつ、割烹着みたいなの、それはもうおしゃれじゃない、角刈りで、それガチめのやつ、だ俺が結構601で事件が多いんで、そう、ね、はい、楽しみだなっていうのがありますね、そう、まあ、はい、もう先輩らがね超イケてっから、もうバカみたいに酒飲んで、ね、はい、みんなでもう楽しく、そうですね、遊ぼうっていう日だからね、うん、そう、そうですね、うん、どんだけ いっぱいフードあるといいですね、この前はタコスとかあったりしてあの丸さんのお金がどんどん消えてた瞬間でしたもんねどんだけ本当
ね、まあ、あの人ら楽しんでんだよっつうぐらい楽しんでる先輩らだから、マジで楽しいんだよな、うん、本当に金どんだけ使ってもなんか遊びたくなっちゃうんだよな、はい、そうっすね、負けねえで金使おうぐらいのテンションになっちゃうんだよ、よくねえんだよな、俺今日立杯の前にあんま金使いたくねえんだけど、いや本当ですよ、困っちゃうよ、うん、でもまあ楽しい、そんなねリリパなんてめったにで、あんなでかくさ、ね、うん、やろうぜってみんなで一丸となって動いてんだから、うん、もうそれに向かってね、うん、超楽しむしかないでしょ、祭りだよね、そうですね、うん、楽しみですね、うん、すげえ楽しい、久しぶりなんかこう人のパーティーっつうかさ、はい、のです、うん、こんな楽しみなことねえなと思うけど、でも601は結構毎回、うん、なんかそういうテンションにさせてくれるんだよな、うん、行けばいい先輩らがいるから、お兄ちゃんお姉ちゃんらがいるから楽しめちゃうっていう、そのあれがあるから、うん、祭りだって気持ちになれるんだよな、はい、いいですね、でもそういうのが、まね、なんか地元にあるっていうのは素晴らしいよね、うん、しかも先輩らがそういうことをやってくれてるっていうのは、負けられないしね、うん、いいパーティーやろうとも思うしさ、そうですね、うん、まあそんでね、あのアイセッタイとスーさんは日立杯にも出てくれるしさ、そうですね、なんかね、楽しい一日になったらと、はい、思いますよ、いや、みんなちょっと遊び来て本当に盛り上げてほしい、そうだね、はい、県内県外問わず、うん、本当にかっこいい人らがいっぱいいるから、うん、遊び来てほしい、ぜひぜひぜひ、はい、よろしく頼みたいですね、そんな感じで今日は終わりにしますか、終わりにしますか、一気りがいいですか、なんか話したいことありますか、なんかある、大丈夫ですか、何もなかった今週、問題ない、何もない、問題です、問題ない、じゃあもう今週はじゃあこれで、はい、これで終わりにしますか、で、今日の最後の曲は、はい、はい、あのアイセットアイはね、あの私の相方でもありますので、はいはい、ダウンタウンスインガーズというチームの中のアイセットアイですので、はい、で、はい、もちろん今も、あ、そうそう、それを作ってるんで、アルバムを、そうだよね、さっき言わなかったけど、アルバム作ってんだよね、そう、なんならそれ多分夏ぐらいに出るのかな、わかんないけど、うん、そう、まあ、まだ完成はしてないんで、はい、これから詰めてって感じなんだけど、そう、で、その前にアイセットアイ&声まで、あのアルバム1枚出してまして、はいはい、それがね、2年前、2022年の6月に、2年前、そう、もう2年前になるんだ、そうに出してるんで、そう、それを最後流して終わりにしようと思います、はい、はい、なのでこれを聞きながらまた来週よろしくお願いしますということで、はい、はい、では最後の曲は、アイセット&コエンマの HIPHOP です、はい、はい、さようなら、ありがとうございました、長いこと見てきたぜ、ハハ、ヒップホップミュージック、ハハ、yeah、声のビーツ、ダンダンスウィンガーズ、アイセッタイ、気づけば10年のサイクル超え、いたのドラマのせマイクと恋に乗るもみ、走らすペン、ブームが過ぎて消えてたやつもいて、俺は未だにここだよ、Sorry my man、お金先輩の背中。追っかけて抜け出すこそりと真夜中人混みの中鳴るマイクロフォンセンター回るミラーボールまるで音のシャワーどぶりつかりコーン即立体コーンかっぱらった小鉢二台のターンテーブル一丁坂で買ったファイナルを飽きるまでこすってたな Ace to the Izzo Beat to the Easy、誰だか知らねえが唇がマジアチーゼタシのテブは聞きすぎて切れたぜ Going to my hip hop 人生 Yes マイクロフォンチェック1、2、What is this 俺たちのヒップホップはまだ死なないキッズからいつまで一生死ぬまでスピッツするツーターンテボゼなマイクゲインシャープハハ Yeah Again シャープ Come onYeah, again shot Yeah, hip hop that never die不定キックに仮定スネアベース掘り起こされた様々なフレーズあのトランペットが鳴ればいつだってみんなが取り出す Break it down like this これは救いのミュージック折れた心奮い立たすためのミュージックビッチは孤独紛らわせるミュージックギャングの生きる術を示すミュージックファイナルの音が沸騰だけどいつも掘ってる俺らぶっとくずっと訪問のディガーはいつも服が一緒バカの上に剣隊がつくマスター気の済むまで原因は赤を越え街中爆音で響き当たれ
つだって地元じゃヒーローだった MC サインねだるキッズの前にプレイスマイクロフォンチェックワンツーウォリーディス俺たちのヒップホップはまだ死なない。キッズからいつまで一生死ぬまでスピッツするツーターンてぼぜなマイクゲインシャープハハッ Yeah Again Sharp Come onYeah, again, shop. Yeah, hip hop that never die.